そ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。カミングの神田洋子さんにベイクの雑貨トークを食べたいと思います。雑貨トークというと大体冷凍、冷蔵コーナーのスイーツのイメージがあるんですけど、これは意外とパンなんですね。ゴールで通り違うのかな。では、はい、見た目はこんな感じです。これ、これ割ったら絶対にヒーヒーになるやつだよね。というわけでもうこのままいきますね。ではチャンネル登録よろしくお願いします。焼いてあるのでやっぱりちょっと歯応えがあって小ぶりなんですけど、結構満足感になって美味しかったですね。チョコレートも濃厚でしたし、ただボロボロ崩れやすいのは否めませんね。なのでそこら辺ちょっと気になったかなと思って、こちらも添付とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただき、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、イベント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の連絡でお会いしましょう。